距離取ってる、順を取っているので、解決マスクを外していただいて、流れとしては、40分程度、会見を延ばして、はい、行かせていただきます。最初はこちらで。あ、です、はい、ですか。なので、もう時間です、ね、はい、2時になりましたので、よろしくお願いします。はい、皆様こんにちは。今日、皆様に、わざわざお時間をいただきましたのは、私平井真嗣、この維新を固めまして、来たる4月9日の統一地方選挙に鳥取県知事選挙候補者として立候補する意向を固めさせていただきました。多くの皆様の、ご支援やご協力いただきながら、しっかりとこれから皆様に私の考えを申し上げ、これから4年間は非常に大切な4年になると思います。まあ、そういう意味で一つこの身を投じる値打ちがあるのかな、いろいろと悩んだんですが、このように思うに至りました。早速に今日仕事始めの日にこうして皆様にお話をさせていただくこととしたわけであります。若干心象風景を申し上げた方がいいのかもしれないなというふうに思います。昨日、少し雨が上がったこともありまして、最近は新型コロナになり、コロナ禍でなかなか人混みに行くのも難しかろうと、時々裏の旧正三景の方に出かけていくわけであります。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ、情に差を刺せば流される、意地を通せば窮屈だ。ふとそういう草枕、夏目漱石の冒頭が心に浮かびました。もう自分も意地を張っている場合ではないだろうと。あまり理屈をこねていてもしょうがないのかもしれない。多くの方々が平井立てというふうにおっしゃってこられています。まあ、それに応えるのが、身を投じるのが、今この時県民の道具として私がなすべきことなのかな、そういうように思いました。金ついて金の余韻の中去る、そういう大崎放哉の句があります。私自身16年間自分の性格もありまして、ギリギリまで頑張り抜いてきたつもりでありました。最近はそういう放哉の句ではありませんが、自分の余韻の中にすっきりと去ることも正直考えておりました。しかし、なかなか世の中の情勢が予想とは違う方向に動きまして、多くの皆様から熱心な出馬についてのご意見をいただくようになりました。私自身はこれまで例えば障害者の福祉のこととか地域振興のこと、そもそも最初に名乗りを上げたときに地域間格差を是正しようといって、ハイウェイがつながっていない鳥取の当時の3割の共用率、これを何とかしたいと申し上げておりました。まあ、いろいろとテーマはありますが、一つ一つ自分なりに道筋もつけかけてきたつもりでありました。高速道路もこの年度末で8割供用という節目にもなるわけでございましたし、そういう意味で今どうすべきかというのも、自分の身体については慎重に考えるべき時だというふうに思い続けてきたわけであります。ただそういう時に、今これだけ大変なので、ぜひ鳥取を
何とかする力を出せと。人によっては驚きましたが、鳥取を見捨ててはいけないという言い方をされる方もいらっしゃいました。随分と心に響きまして、考えをだんだんと改めてきたというのがここに至る心境であります。故郷の冬空へ戻ってきた、そんな方斎の句もあります。昨日の空を見上げながら、そういう思いを強くしたところでございます。まあ、これからの4年間を考えますと、分かれ道です。世界も日本もこの鳥取も分かれ道です。どういう選択をするかによって浮きもすれば沈みもしかねない状況です。今もってヨーロッパでの戦火はやみません。それどころかエスカレートしかねない。これは日本においてもそうかもしれません。例えば国民保護事態ということなど、真剣に訓練などもやはりしておくことが重要なのかもしれません。コロナにつきましては、おそらく今週も過去最多ということになってくるでしょう。しかし新型コロナのウイルスの様子は変わってきており、これも今分かれ道に入ってくると思います。新型コロナと共存しながら経済や社会を動かしていく、そういうことをこれからやっていく必要がありますし、これまで培ってきた医療関係者、事業者の皆様との関係、こういうものをしっかりと受け継いでいくことで、私たちは次の感染症の危機に備えることができるかもしれない。ひょっとすると鳥取県は今まで一番うまくやってきた県でもありましたので、一番健康を守れる県になるかもしれません。まあ、そういうようにいろいろと考えるべき課題があります。コロナですっかり経済、特に観光だとか飲食だとか大変な状況にあります。細く長くそうした支援をしていく一方で、成長できる産業というものをしっかりと作っていかなければなりません。事業承継などの課題もあります。また人材不足が最近は強調されるようになってきました。特に若い方々が夢を持ってここで子育てをしたり働いたり、あるいは事業を起こしたり、そうしたことができるように私たちのふるさとを変えていかなければならないというふうに思います。またこの地域を元気にしていく意味で、インフラストラクチャーなどもこれからが勝負です。向こう4年間でできることは山陰自動車道の全通であります。この山陰自動車道の全通が単なる道がつながるということだけでなくて、なりわいや夢がつながるようにならなければなりません。こうしたことを軸にした観光振興につなげていったり、企業の立地につなげていく、そういう意味で重要な私たちのターニングポイントがこれからの4年間ではないだろうかと思います。このように考えてまいりますと、私たちは次の時代へ船出をしていく、鳥取から新しい歴史を作っていく、それが私たちのテーマとなる、こう考えるわけであります。私平井伸治はこれからの4年間につきまして、鳥取最高チャレンジをやる必要がある、そこにこの一心を投じる、そういう覚悟で今日ここに参りました。もう一度新型コロナや燃油高、肥料高など苦しい状況の中で今危機にあります。
世界を見渡しても危機にあります。この危機から転じて新しい歴史を作っていく、鳥取再興を目指したいと思います。あえてこの再興はひらがなで再興としたいと思います。単にもう一度起こすのではなくて、ベストな、スプリームな再興というものを作っていこう。そしてまあ平井流に言えば、さあ行こう、レッツゴー、そうした意味も加えて鳥取再興チャレンジを行っていきたい。それが私がこれから4年間県民の皆様、事業者、さまざまな方々とスクラムを組んでやっていくべきものではないかと考えております。3つのジャンルがあると思っております。1つはふるさとの元気再興です。今の新型コロナで沈みかけてきた、そういう地域経済、これをもう一度ふるさとの元気取り戻していく。またインフラストラクチャーもさらにつながっていく、そういう時を捉えて構造的なふるさとの元気づくりをしていく必要があるのではないだろうか。農林水産業についても、和牛、次の5年目の大会を目指してスタートを切り始めたのが昨年であります。まあ、この和牛も元よりとしまして、梨であるとかスイカであるとか、さまざまな作物で過去最高単価を叩き出すようにもなってきています。まだまだ最高を追求できるはずです。ただ肥料高や堆肥の問題などがあり、こういうものを解決していかなければなりません。林業においては海抜再造林に本格的に向かっていく、それによって CO2 の吸収減対策にもなりますし、なりわい作りにもなります。まあ、その条件整備をやっていくのがこれからの4年間になるはずです。水産業もそうであります。カニはおかげさまでカニ取り券を始める前よりは随分と単価が上がってきました。さまざまな挑戦をして、そうした販路開拓をしたり船を建造したりということをしてまいりました。さらに養殖であるとか、今海が荒れているところをブルーカーボンの計画を作って再興させていかなければなりません。まあ、このようにして、まあ産業を元気にし、雇用というものを作り出していく、まあ、これが大きなテーマになると考えております。2つ目には健康安心の再興であります。コロナについては現在ターニングポイントを迎えてきております。で、このコロナをぜひとも沈静化させることが一つ目標でありますが、それと合わせてもっと厳しい、そうした病気に感染症が変わってくるかもしれない、その新たな感染症に対しても今回の経験を踏まえてもう二度とドタバタはしない、そういう体制を医療従事者の皆さんや関係者と作っていくべきではないだろうか。それから最近の課題として更年期障害とか、あるいは認知症であるとか、そうしたことも言われるようになりました。ぜひともですね、こうした課題に対して専門的な対策を考える、こうしたプラットフォームを作って政策を前に進めたいというふうに思います。また犯罪被害者の支援、あるいは詐欺の問題、特殊詐欺の問題、8050問題、まあ、いろいろと安心を脅かす、そういう課題もあります。
犯罪被害者支援につきましても、今までは全国的に国が作った雛形の中で動いている感じでありましたけれども、もっと行政が前面に出るべきではないか。なぜ民間団体に政府も自治体もこれまで依存してきたんだろうか。そういうように発想を切り替えていくぐらいやっていかないと本質的な解決は得られないのではないだろうか。こういうようなことをいろいろとテーマを考えながら、健康だとか安心についても再考を図ってまいりたいと思います。そして人暮らしの再興が3番目のテーマであります。子どもたち、その健やかな未来、これはふるさと鳥取の未来でもあります。子育て王国を私たちは掲げてこれまでやってまいりました。さらにこれをパワーアップする、安心パワーアップのプロジェクトを立ち上げていく必要があると思います。政府もようやく動き出しました。予算倍増という言葉も出ているわけであり、私たちがさらに全国をリードしていく必要があるのではないか。医療ですとか、あるいは保育料ですとか、これを私たちは無償化、あるいは助成を出して全国でもトップでありますけども、さらにもう一歩踏み込んだ負担軽減ということも市町村と話し合うことから始めてはいかがだろうか。子どもたちの未来を支える教育についても、バカロレアの教育が始まりますが、これにとどまらず英語教育をはじめとした国際人、あるいは ICT に寄与できるような人材、スポーツでの活躍、そうしたものを柔軟に支えていく、そうした私たちの仕組みがあってもよいのではないだろうか。さらに私たちの暮らしを考えますと、非常にこのコロナの中で孤独や孤立が深まったとも言われます。その孤独孤立、これを防いで支え合いのぬくもりのある社会を推進していく、全国で初めての条例を昨年末に制定しました。これに基づいて実行あるのみだというふうに思います。国の方で提供のないような、そういうジャンルの問題もあるかもしれませんが、現場で実際に苦労なさっている方々、その実情に沿った対策を次々繰り出していって、安心して暮らしていけるセーフティネットを張る必要があります。また2年後には年輪ピック羽ばたけ鳥取大会があります。これを契機としてシニア世代の元気な活躍、そして健康づくり、交流、こういうものを地域の中で演出し、クローズアップして大きくしていくチャンスではないかというふうに思います。さらに2027年はワールドマスターズゲームズもあります。そういう意味でこれからの4年間、こういうシニア世代の活躍ということも一つのテーマにしていくべきではないかと考えております。こういうことにとどまらず、若い方々の活躍、特に子育て、あるいは出会いや結婚、それから就職、そうしたものを考えていかなければなりませんし、こういう若い方々と一緒になって政策作りをしたり、また情報発信をしていく、よくそうした世代の方々とお話をしますと、もっと情報を届けるべきだ、鳥取の良さを届けるべきだというお話もございます。そういう意味で仕事のやり方、民主主義が今世界的に危機にあると私は思っています。日本も例外ではなく、メディアの皆さんがこれまでそうした世論をリードしたりしてきましたが、これがネット社会と交錯をするようになりまして、
どういうふうに展開するか見えにくくなってきています。ボアソナロさんの影響ということもあるのかもしれませんが、ブラジルでも議会に乱入するということがあったりしました。決してそういうことが日本で起こらないわけではない時代になったのかもしれません。だからこそ鳥取でしかできない地方自治の姿というのをこれから4年間でしっかりと作っていきたいと思います。その土台としての県庁の行財政改革のプランももう一度作り直してみたいと思いますし、県庁の中の人材育成、そうしたことも重点的に行って、これから10年20年100年と新しい歴史が開かれた後の鳥取をリードしていく、そういう砦をこの場にも作っていく必要があると考えております。パートナー県政を推進をして、さまざまな団体、いろんな方々と交流をし、意見が率直に述べ合える、そうした行政過程に参画をしていただきやすいのは人口が一番少ないこの鳥取だからこそだと思っています。16年前に私もここ日本に戻ってきて最初に訴えたのは、鳥取だからできる、そういう連携と自立の世界であります。鳥取の民主主義、地方自治を今こそ成熟させていくべきではないだろうか、それが100年の計かもしれないとも思っているわけであります。私は県民の道具としてこの身を捧げさせていただきたいと思います。今厳しい危機の中にあるその鳥取において、県民の皆様が団となる、団を取る、県民の皆様が団を取る、その薪としてこの身を燃やし尽くし捧げてまいりたいというふうに思います。道具としてもくたびれてきましたが、くべる薪にはなると思います。そういう決意で今日この場で私の思いを申し上げました。皆様の方でお聞き取りいただいたことに感謝を申し上げますとともに、素晴らしい歴史がこれから開かれることを祈っております。ありがとうございました。